ジェフ・フィーグルスはカリフォルニア州アナハイム出身のアメリカンフットボール選手。NFL の5チームで1988年から2009年まで22シーズンプレーし、一度も欠場をしたことがなくすべての試合に出場した。ポジションはパンター。アリゾナ高校時代はフットボールのほかバスケットボールと野球でも優秀な成績を収めた。 スコッツデールコミュニティカレッジで1年間プレーしたフィーグルスは兄弟校であるマイアミ大学へ移りフットボールをプレーした1987年ジミー・ジョンソンヘッドコーチに率いられたマイアミ大学は全米1位となった2008年にはマイアミ大学のスポーツの殿堂入りを果たした1988年5月1日ニューイングランドペトリオッツにドラフト外 入団にシーズンを過ごした後、フィラデルフィア・イーグルス、アリゾナ・カージナルス、シアトル・シー・ホークスとチームを転々とし、最後に所属したニューヨーク・ジャイアンツに最も長く在籍した。アリゾナ・カージナルスに在籍時の1995年には、プロボールに選出された。2007年シーズン、フィーグルスはニューヨーク・ジャイアンツの一員として、フルス・ニュー・イングランド・ペートリオッツとの 第42回スーパーボールに出場し、スーパーボールリングを手にした。42歳10ヶ月26日での出場は、インディアナポリス・コルツのマット・ストーバーに破られるまで最年長記録であった。2008年には、平均44.0ヤードを記録し2度目のプロボールにも選出され、キャリア番連にして最高のシーズンを送った。2010年の4月30日、 ジャイアンツのミニキャンプが終わった後、フィーグルスは引退を表明し、現役を引退した。フィーグルスは NFL 史上最も長くプレーした選手の一人で、ある。22年のシーズンで352試合すべてに出場した。フィーグルスよりも多くの試合に出場したのは、モーテン・アンダーセンとケイリー・アンダーソンのみである。そのキャリアの長さゆえにフィーグルスは、 多くの NFL 記録を持っており、以下に、それを劣記する。フィーグルスは、方向性を重視した、いわゆる、カッフィングパントの先駆者であり、第一人者である。この技術は、キック力の低下を感じていた頃、飛距離が出ない代わりに相手に、リターンさせないように、という発想から生まれたものである。この技術の習得により、フィーグルスは正確性と経験を武器に、 相手にリターンさせない職人芸的なパントでしばしば敵を苦しめ22年にも及ぶキャリアを全うした。フィーグルスは自分の背番号を他の選手に譲ったことが2回ある。1回目は2004年、イーライ・マニング入団にあたり大学時代の背番号である銃を付けたがっていた。マニングに自分の背番号銃を譲り、それと引き換えに家族で フロリダ州へのバカンス旅行に招待してもらった。その後、フィーグルスはプロ17年目のシーズンということにちなみ、17番をつけた。2回目は2005年、右与曲折のスェジャイアンツに入団したプラキシコ・バレスは3月17日に契約したことにちなみ、17番をつけることを希望した。そこでフィーグルスは自分の背番号と引き換えに、 アウトドアキッチンのセットの費用を負担してもらうことにした。その後、フィーグルスは18番をつけた。ただしバレスに背番号を譲った対価はフィーグルスに支払われなかったことが2010年明らかにされた。妻との間に4人の息子がいる。長男のクリストファーもノースカロライナ大学のフットボールチームでバンターを務めている。ありがとうございます。